ラクンパルシータ、ラクンパルシータは、ウルグアイのヘラルド・エルナン・マトス・ロドリゲス。1897年から1948年が作曲した単語を代表するガルギャビエ派。この曲は、ロドリゲスが17歳の時に作曲された。更進曲のつもりで作曲したのが、単語となることが分かったので、単語楽団に演奏を持ちかけることとなる。 アルゼンチンの著名なロベルト・フィルポ爆弾が中間部を付け加えて再構成し、モンテビデオのカフェ、ラ・ヒラルダ・エル・エイ・ヒラルダで世界初演した。曲名はイタリア語のコモ・パース・サに由来し、カーニバルに参加する仮想行列のために作曲した。ラ・プラタ単語を代表する曲として、また、ウルグアイでは単語の国歌として愛されている。アバカによるロンド形式。 すべて単調で構成されている。この曲は、どの楽団でも触手が動くものらしく、多種多様な演奏を聴くことができる。原詞は、ごく短く、歌詞をつけないで演奏される場合が多いが、作曲者のヘラルド・エルナン・マトス・ロドリゲスによる歌詞のほか、後に、アルゼンチン人のパスクアル・コントゥルシとエンリケ・マローニの、共作とされる歌詞があり、後者の方がよく聴かれる。このように、作曲や、誕生地は、 ウルグアイであり、第二の国家とされるほど親しまれているが、アルゼンチン単語の代表曲でもあり、最も普及した歌詞もアルゼンチン人によるものであるため、しばしば対立の激しい双方によって、自国の音楽であると主張される。日本においても、1980年と1988年の NHK 紅白歌合戦で、菅原洋一によって歌われた。 アルゼンチン単語のみならずコンチネンタル単語でもレパートリー化されているため多くの人に知れ渡っている。日本のオーディオパークで島崎長次郎監修によるラクンパルシータ全集が発売されたが全てのラクンパルシータが網羅されているわけではない。ファンダリエンソは生涯で7回録音しており、それらが全て入手できることから最もこの曲の需要に貢献した。 元の原曲はメロディーに古典火星の i 4 v に相当するコードネームがついているだけで、あとは何もない、まっさらな楽曲であったため、原曲通りのコードに演奏することはほぼ全くなくなって待っている。原曲は4小節構造の中に2小節も愛、または V が続く、最も伝統的な単語の様式を踏襲したものである。世間に出回った。 アバカバージョンがフィルポの設計した構造だが、原曲は A だけである。フィルポが1917年に世界初録音を果たした際は、編成にフルートが入っている。カナロ楽団やダリエンソ楽団で見られる有名なカウンターベースもフィルポの編曲譜にはない。A メロをすべてカットする、カデンツァを入れる、インプロビゼーションを入れる、コルレーニョを入れる、フルオーケストラにするなど、 著名楽団ではこれらの編曲技術が聞き物になっている。今日では C の部分の終始直前にドッペレドミナントを入れてコクを聞かせるのが慣例になってしまっているが、これもフィルポの時代にはなかったことである。英称を入れるといった珍しいケースもある。この作品の録音は弦楽器演奏の伝統を物語るものになっている。1920年代は 弦楽器のポジション移動に伴うグリッシサンドをほとんどの楽団が行っているが、1950年代以降はほとんど見られなくなる。1960年代以降はゆっくりかかっていたビブラ・トスラもほとんど快速になっている。特に演奏の最終部で A の変奏、バリアシオンを聞かせるのが各楽団の腕の見せどころであり、その変奏スタイルの多くは共通するものが多い。 ファンダリ演奏楽団のバンドネオンのバリアシオンは演奏の最後ではなく沈黙で断ち切られる変奏スタイルにも独創性があり多くの楽団で継承されているフランシスコカナロ楽団でも32分音符によるきらびやかなものではなく独自の変奏である最近ではこれらの影響を出した若手楽団による演奏も紹介されている原曲は終始に 黒猫の単語で見られる定型加工スケールが入っている。これを守っている楽団は、モダン単語時代ほとんどない状態であったが、バレーンやクワーテッドのように、ピリオド単語を、称した楽団が、再評価して復元することもある。世界初録音から100年を過ぎた現在も、単語楽団のアルバムやコンサートでは必ずと言って、良いほど演奏されて24時間365日常に、 世界のどこか必ず演奏されているとの伝説もあるほど最も有名な単語の一つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。